久美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆さんこんばんは。婚活料理カウンセラーの青木由美です。お元気ですか？女優の佐々木千秋です。早いものでもう3月ですね。青木さん、そうですね、あっという間ですね。ですよね。さくらちゃんも1歳じゃないですか？そうなんですよ、ね。ということで早速なんですが、この番組月の初めのオープニングトーク恒例、青木さんの愛娘さくらちゃんのトピックスについてお話しいただけますでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、あの最近ですね、一、はい、人でも立てるようになってきまして、でさらにご飯もですね、はい、好き嫌いが結構はっきりしてきたんですね。あの甘みのある食べ物が大好きみたい で、うんうん、でもっとちょうだいってこうテーブルを叩いてサインをしてくるんですよ、はい、で逆に嫌いなものの場合にはですね、はい、うんうん、勝手に一人で手を合わせて、うん、ごちそうさまもうこれ食べないからねっていうサインを出してきまして、はい好き嫌いがそれでわかるっていうねものなんですけれども、やっぱりねどうやって食べてもらおうかなと思ってですね、夫と一緒にいろいろ相談をしたりとか、こういろんなね野菜をちっちゃく切ってみたりとか硬さを変えてみたりということでですね、もう料理を返しながらもコミュニケーションを娘と取ってます。なるほど、すごいですね。その自分が嫌いなものだったらごちそうさまの合図をちゃんとそうなんですよするっていうのはちょっと面白いなって思っちゃいましたけど、ちなみに苦手なその食べ物って何なんですか、さくらちゃん的に今。あの食感がちょっとパサッとするものが苦手みたいで、はい、あの鶏のひき肉とかが今まだこう苦手意識あるみたいですね。そうなんですね。いや面白いね、どこで覚えてくるんでしょうね。本当にすごいなと思います。面白いですね。ちょっとこれからもさくらちゃんの成長エピソード私楽しみにしてますので。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、それでは改めまして、今お聞きのこの番組愛され召し上がれは、婚活のヒント、料理の簡単レシピ、おすすめ調理器具ランキングや、お料理苦手女子のためのワンポイントアドバイスなど、いろんなお得情報満載の30分です。今回もぜひ皆様最後までお聞きいただきますようお願いいたします。お願いいたします。ただなかなかリアルタイムで毎回はという方は、今回の放送回はもちろん過去の放送回の映像版リメイクラジオも YouTube にアップいただいておりますので、そちらも合わせてよろしくお願いします。それでは今回最初のコーナーは冷蔵庫の残り物三段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫によく残ってしまう食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についてのレシピを紹介していくコーナーです。そして三段活用ということで、ピックアップした食材について3つの簡単な調理レシピをご紹介させていただきます。では今回の食材は何でしょうか？今回はえのきについての3つのレシピを紹介したいと思います。えのき、確かに残っちゃいますね。そうですよね。あのえのきは冷凍保存もできて、はい、冷凍するとアミノ酸が2倍から6倍まで増えると言われています。今回のレシピはですね、はい、生のままでも冷凍したえのきでも作ることができるレシピ3つになっております。嬉しいですね。まずですね、はい、レンジでえのきバター、次が簡単なめたけ、そして最後にえのきのカリカリ焼き、この3つです。はい、まず1品目、はい、レンジでえのきバター、はい、えのき1/2袋、はい、バター 10g、 醤油適量、塩コショウ少々です。はい、まずはえのきの根元を切り落として食べやすいサイズに切ります。はい、で耐熱容器にえのきをほぐして入れて、はい、ラップせずそのまま電子レンジで2分加熱します。あ、ラップしなくていいんですね。はい、そしたらバター、醤油、塩コショウを混ぜて完成です。簡単そうなんですよ。あのえのきが温かいうちに混ぜることで、バターも溶けますし、醤油塩コショウがしっかりとなじみますので、あのレンジ加熱の方が栄養が流出しませんからおすすめです。あ、そうなんですね、知りませんでした。そして次に品目が簡単なめたけです。はい、えのき 1/2袋、醤油大さじ2、お酒大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ2です。あ、全部大さじ2ですね。そうなんです、はい、覚えやすい割合ですね。覚えやすいですね。でえのきの根元を切り落として3等分の長さに切ります。はい、お鍋にえのき、お酒、醤油、みりん、お砂糖全部入れて中火で沸騰させます。
アクを取って味が染み込むまで煮詰めたら完成です。え、それだけですか？そうなんです、これだけなんです。簡単にね、なめたけ作って、はい、ご飯にかけたりとか、あと炊き込みご飯の具材としてもね、使えます。あー、確かに。ちなみに保存したい場合にはですね、はい、煮沸消毒した瓶に入れて冷蔵保存する場合は約2週間ほど保存が可能です、はい、そんなに持つんだ。そうなんです。なめたけってね、なんかこう買うイメージがあったんで。ですよね、はい、意外でした、はい、すぐ作れますね、はい、そして3品目がえのきのカリカリ焼きです、はい、えのき2分の1袋、はい、めんつゆ少々、片栗粉適量と油です。はい、えのきの根元を切り落として適当に塊になるように裂きます、はい、次にめんつゆをかけてなじませます、うん、片栗粉をえのき全体にまぶします、はい、フライパンに全面が油で埋まるくらいの油の量を入れて、うん、中火でえのきを揚げ焼きします、はい、両面に焼き色がついたら完成です。これもまた簡単。そうなんですよ。もうね、すぐ作れますし、カリッとした食感が、はい、まあ、もちろんおかずにもいいですし、おつまみとしても合うと思います。確かに、ね、やっぱり片栗粉とこの油が合わさるとカリカリッとした食感になったりするんですか？そうなんですよ。いや、なんか片栗粉ってこうちょっととろみを出すとか、そういうイメージで捉えていたので、油と合わさるとそうなんだってちょっとね、発見でしたまたね、食感が違うから面白いですよね。そうですね。えのきって結構ね、手軽に手に取りやすい食材だったりするじゃないですか、だけどちょっとやっぱりワンパターンにレシピがなりがちだなって思っていたんですけど、私今回すごく驚いたのはなめたけが。あ、なるほど、なめたけレシピ、はい、そうですね、自宅で自分で作れるって考えたことがなかったので、作ってみたいなと思いました。とっても簡単なんだなっていうのも知りましたし。そうですね、うん、もうね、自分で味の調整できますので、なんかピリ辛にしたいなと思ったら、唐辛子をね、輪切りにしてちょっと入れればピリ辛にもなりますし。確かに美味しそう。いろいろとできますのでね。なるほど。いや、ちょっとね、皆様ご自宅にえのきが残っていたら、そうですね、作っていただけるといいですね。はい、いや、ちょっと挑戦してみたいと思います。ぜひ作ってみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いかがだったでしょうか？ぜひ皆さん、えのきを使った追加の一品おすすめです。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具。このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介いただくコーナーです。今回は電気式チーズフォンデュ鍋ランキングです。チーズフォンデュ鍋の電気式。そうなんですよ、電気式、火にかけるというタイプと、あとは電気式のタイプがありますけれども、今回は電気式ご紹介します。はい、家族とか彼のお誕生日の食事とかですね、おうちご飯が充実しますよね。そうですね、パーティー気分になれちゃいますね。まずは第3位、はい、パール金属さんのリトルリッチ電気チョコチーズフォンデュ鍋、うん、楽天で税込み5480円です、火加減ができるフォンデュ鍋で、はい、加熱と保温のダイヤルだけでシンプルな操作ができる商品です。中のお鍋はフッ素加工が施されてますので、はい、チーズがこびりつきにくくて、お手入れも楽にできるというのが人気の秘訣なんですね。なるほど、大事ですもんね。ですよね。そして第2位、はい、半和さんのプリズメイトフォンデュブロック、はい、楽天で5780円の商品です。はい、半和さん、はい、大阪の坂に平和の和で半和さんの商品ですね。はい、フォンデュ鍋というと丸いお鍋のイメージありませんか？ありますね。ですよね、はい、私もそういうイメージがあったんですけれども、この商品はですね、はい、スタイリッシュなキューブ型で、ピンク、白、水色という可愛らしいカラーバリエーションも人気なんですね。可愛い。
ですよね、はい、使いやすさという点でもですね、フォークをちょっとちょい置きできるというね、工夫がされていますので、キッチンをおしゃれにしたいという方に人気の商品です。うーん、そして第1位、はい、ライソンさんのチーズフォンデュ、楽天で税込み2280円です。お、ちょっとお値段お安くなりましたね。お手軽なんですね、はい、でこちらは下準備なしでチーズをそのまま溶かせる高温設計の商品です。チーズを入れる入れ物の周りには、はい、食材を乗せるトレイがついていますので、食器の準備も必要なくって、そして取り外せるのでお手入れも簡単なんです。なるほどなるほど。さらには、はい、スイッチを切り替えることで、チョコフォンデュやバーニャカウダにも対応できてということで、おすすめランキングでもね、よく1位に載っている商品なんですね。そうなんですね、なんかスイッチ切り替えるだけでいけちゃうって、なんかちょっとお得感すごくないですか。そうですね、やっぱりね、チーズフォンデュだけにしか使えないとかいうよりも、他にもいろいろ使えるっていう、ちょっとお得な感じしますよね。しますよね、なんかちょっと気になりますね、これはね。お家に1個あったらちょっと ね、こうお友達とかとね、こう2人でチーズフォンデューパーティーとか、うん、そうですね。でじゃあちょっとデザートにチョコフォンデューなんかも食べてみるみたいな ね、カロリーすごそうですけど、ね、確かにちょっと気になりますけど、ちょっとあの楽しくね、パーティー気分になりたい時に、私これちょっとやってみたいなって、ちょっと1人じゃ寂しいかもしれないので、ちょっとお友達なんかね、そうですね、やりたいないなって感じましたけれども、実際に青木さんはチーズフォンデュとかご自宅でやられたりしますか？うちではですね、はい、フォンデュ鍋は持ってはいないので、なかなかやることないんですけど、お鍋ではね、やったことあります。お鍋で大丈夫、なるほどなるほど。そうなんですよ。でもお鍋だとすぐ冷めてしまうので、ね、やっぱりね、このフォンデュ鍋欲しいなと思いました。やっぱりね、これあるとね、また違いますよね。ずっとあったかいトロトロのチーズ食べられちゃいますもんね、いやー、これはちょっと電気式、火も使わないので安心して使えそうな気がしますので。そうですよね、はい、私もね、どうしようかなと思ってすごい検討中なので、悩みどころではありますよね、わあ、ちょっと新しい世界を教えていただきました、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。はい、では皆さんね、ぜひちょっとチェックしてみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーは恋愛のぜひもの楽曲を私佐々木千秋がセレクトさせていただき、毎月この番組2回放送ともかけさせていただきたいと思います。今回はですね、ノーベルブライトの愛とか恋とかという楽曲を選ばせていただきました。どんな曲なんですか？気になります。まあ、そうですよね、タイトルが、まあ、愛とか恋とかというところで、まあ、ちょっと気になったりすると思うんですけれども、この楽曲、私なんで好きになったんだろうってふと考えていて、街でちょっと流れてきた時に歌詞がすごくいいなと思って、気になった楽曲なんですね。はい、その歌詞の入りというか、冒頭が月曜日の朝、憂鬱な気持ちも君と会う日を思い浮かべれば、いつもの道に優しい風が吹き、心弾ませ今日が始まるよと。なるほど、月曜日ってちょっと憂鬱な気分になりがちじゃないですか。よくサザエさん症候群なんて言葉もありますしね。そうですよね、だけどやっぱりこう誰かを思ってると、月曜日もちょっと頑張ろうかなって優しい気分になれる。あ、確かになって思って、あ、素敵な歌詞だなと思って聞いてたんですけれども、もちろん恋人でもそうですし、好きな人でもそうですし、大切な人でもそうなんですけど、昔は自分自身が聞かなかったりやらなかったことを、その人が好きだっていうだけで、あ、じゃあ私もやってみようかなってこう思えるって、これって結構奇跡的なことかなって思っていて。そうですね、はい、歌詞の中にそういうね、フレーズが出てくるんですよ。なるほど、なんかちょっと、あ、確かになってちょっとね、思ったりもしたんですけれども、あとはもう本当にタイトルにもあります愛とか恋とかっていうところが、そういう言葉で片付けられないくらい愛してるが溢れ出して止まらないよというね、ストレートで綺麗な言葉ですね。そうなんです。
なのでちょっとなんか全体的に優しい気持ちになれるなと思ったので、まあ、ちょっとね春になってまいりましたので、優しい気持ちでちょっと桜なんか 見ながら咲き始めた桜なんか見ながらちょっとあのこの楽曲を思い出していただけたらいいなと思いまして選ばせていただきました。心がちょっとほわんとする感じの曲なんですね。そうですね。なのでぜひ皆様チェックしていただけたらと思います。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けてそのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスをしていただくコーナーです。それでは由美さん今回もよろしくお願いいたします。今回の婚活ストーリーは忙しい彼となかなか会えなくて悩んでいた女性のお話です。当時28歳だった彼女は、入会前からですね多忙な経営者の男性とお付き合いをされていました。デートも自分から誘わないとなかなか会えないし、もうこのまま本当に結婚できるんだろうかって悩んでたんですね。悩みますね。確かにそうですよね。なんか自分から誘って毎回誘ってるとちょっと心配になりますもんね、なっちゃいますよね。愛され虫のレッスンはですね、入会する際にどんなことで悩んでいるのかや、どう感じているのかなどなどもう時間をかけてさまざまなお話を直接聞いてですね、課題がどこにあるのかを確認することから始めるんです。で彼女にもさまざまな質問をして話をする中でですね、彼女の場合には看護師というお仕事柄もあるとは思いますが、人の、ね、顔色を伺ったり空気を読むっていう、ね、こう習慣があることが分かったんですね。でこの習慣は、お仕事では人から褒められることも多かったようなんですけれども、プライベートの場合には思ったことを言えずに我慢をしてしまっているというのが問題だったんです。確かにね。でそこでね彼女には2つのことをやっていただきました。まずは自宅でお料理の練習をしてもらうことと、毎日の出来事や感じたことを担当のコーチにメールで報告をしてもらいました。作ったお料理の写真を担当のコーチに送るとですね、コーチからお料理の盛り付けとかあとは感想がね返ってくるんですね。であのアドバイスとかがねいろいろ返ってくることによって彼女は勉強になるんですけれども、あのレシピを見て彼女が作る時に、一口ってこのぐらいのサイズかなと思って切ったお野菜がですね、実はかなり大きかったりすることがあるんですよ。確かに、ね、たまにそういうのってありますよね。ありますね。自分の思い込みが失敗につながるんだなということをですね彼女は学んだんですね。でそしてメールで担当のコーチに連絡をしますので、人に伝えるという、ね、練習も積み重ねていったことで少しずつ忙しい彼に対して思ったことを伝えられるようになっていきました。入会前に比べて、お料理でね少しずつ自信がついていって、でさらに自分の感情を素直に伝えたりとか、あとは彼に聞くということができるようになったことで、彼からもですね会いたいって言われる回数が増えていったんですね。すごいな。ちょっとずつ関係性が変わっていきました。もう彼女はコミュニケーションがスムーズになって、彼からの愛情も感じられるようになったことで、心のゆとりができて、職場でもさらにね笑顔が褒められるようになったっていうことでね、喜んでたんですね。すごい、もうどんどん変わっていったということで、卒業後ですね、すぐに同棲が決まったということと、最初は入会するかどうか悩んだけど私に学べてよかったですっていうお礼のメールが届きまして、もうね彼女の人生がいい方に変化したなっていうので私もとても嬉しく思いました。いやー嬉しいですね。そうですよね。もうね、料理って自分とのコミュニケーションなんですよね。忙しい女性でもですね、やっぱり料理で自分に自信をつけて思ったことを伝えられるようになると人生が大きく変わっていくということがね、彼女からも私もねあの嬉しく感じましたし。そうですよね。いやなんかねあの自分が思ってる一口大って考えたことなかったなと思って、相手にとっての一口大なんだろうかとか考えたことなかったかもってちょっと
思ったのがちょっと大きな発見でした。私的には今回なんか自分の中でのこう普通とか当たり前って人にとっては違う場合もありますし、なんかきっとこうだろうなって読み取っているけれども、書いてあることが実はちょっと違ってるなんてこともありますよね。そうですね。いや、勝手に思い込むってこれまたね、ちょっと誰かのアドバイスがあるとまた違うんだなってやっぱり感じますよね。そうですね、まあ、それもねコミュニケーションというか自分と向き合うためのコミュニケーションにもなりますもんね。いやすごい、でも本当に良かったですね。あのお忙しい彼とこう常にまあ一緒にいられる環境に、ね、慣れたことはやっぱりすごくあのほっとしました。やっぱりこう自分からこう思ったことを言わない、伝えない、我慢をするっていうことで、彼からも、あの思ったことをこう言ってもらえない、だから心配っていう、こうだんだん悪い方に行ってしまっていたので、それが自分から思ったことを伝える、そうすると彼にも伝わるから、彼もちゃんと言葉で言ってくれる、だから安心ができるっていうことでどんどん変わりましたので、いやすごく勉強になりましたね。本当そうですよね、はい、しみじみと私今自分の中に落とし込んでおりますけれどもはい、素敵な、ね、エピソードをありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際に勉強してみたいなどとお考えの方はぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上ラジオで婚活のコーナーでした。皆さんもう早くもエンディングの時間となってまいりました。今お聞きいただいております婚活料理番組愛され召し上がれは毎月第2、第4火曜夕方6時からお送りいたしておりますので、ぜひ次回もお聞きいただければと思います。由美さん、今回の放送振り返られていかがだったでしょうか。でもこのね3月あとはまあ来月の4月はですね、はい、あの新たな生活とか、新たな出会い、そして別れの季節でもありますので、はい、ぜひねこの番組が役立つといいなと思っております。はい、そして、私青木由美の SNS でもですね、この番組で紹介させていただいているお料理のお写真なんかもアップさせていただいてますので、ぜひチェックいただけましたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお聞かせいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 愛され召し上がれまでお待ちしております。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。皆さんいかがでしたか。愛され召し上がれ、ぜひチャンネル登録お願いします。